川の青さ、もうなんか大自然に帰ってきたよっていうような、最高。こんにちは、私は徳島県の祖谷に来てます。これが有名なしょんべん小僧です。オレゴン州からもしょんべん小僧見に来てます。アメリカの方も見に来るようなしょんべん小僧です。さあ温泉も楽しみです。すごいですよ、じゃじゃーん。この渓谷綺麗やわ。ただいま朝の5時半です。はい、じゃあ行きましょう。おー、すごい傾斜。よいしょよいしょよいしょ。あ、さあ5分をかけてこのケーブルカーお風呂へと向かっていきます。あ、なんかワクワクしますね。もうなんかお風呂のに、あー、うおー、すごー、ちょっと見て、すごっ。もうね、すぐ川。あ、本当だ。あのね、ぬるめです。わあ、ちょうどいいわ。これは素人でもわかるぐらいいい温泉ってわかる。わあ。お風呂のお湯がすっごい細かい、なんか泡みたいな、粒子みたいな、ちょっと白く濁ったような感じがあるんだけど、これはもう本当に温泉のすごいいい成分が出てる証拠です。この川の綺麗さよ、ほんと。山の緑と川の青さ、もうなんか大自然に帰ってきたよっていうような景色をね、最高。本当になんかあのいろんな温泉入ってますけど、すごいこう直で、いや、この温室いいなって分かるお風呂、久々に入った気がするかもしれない。天風呂、ケーブルカーに乗ってぜひぜひぜひ遊びに来てください。お風呂マニアにはなりません。じゃあ次回もまた見てね。バイバーイ。